お疲れ様です。七倉です。今日もですね、この移動する人はうまく引く、こちらのですね、本のアクションプラン30の中からですね、一つ紹介していきたいなというふうに思うんですけども、この中にですね、社会貢献をしろって書いてるんですよ。でちょうどね、先日まで俺のね、若者コミュニティにいた子がクラウドファンディングやってたのね。で、クラウドファンディングやってて、まあそれは何かっていうと、まあ能登半島地震のですね、の活動。まあ、俺がね、プロデュースさせてもらったバカになる勇気の、著者である池田千佳夫さんがですね、熊本支援チームっていうので、そのチームでですね、その能登半島にずっと常駐で入ってるわけですね。で、その活動費を、稼ごうということで、クラウドファンディングやって、で、それがね、200万円かな、それ達成したんですけども、まあ俺がね、じゃあなんでその子たちがそういうのやり始めたかっていうと、まあ俺がそのコミュニティの中でボランティア行くやつを募って、で、ボランティア行く人、に、交通費あげたのよ、一律3万円とかで。で、20何人かなんか行ったのかな。うん、で、その中で、そのやっぱりボランティアに目覚めた子たちが、社会貢献に目覚めた子たちが、やっぱそういう活動したっていう経緯があるわけ。で、これはすごく俺の中で嬉しいなというふうに思ってるわけ。実際ね、この本の中でも社会貢献してみろっていうのを書いてるわけですよ。うん、で、なんでかっていうと、やっぱりね、人間ってね、やっぱり人に役に立ってるっていう状況が重要なんですよ。うん、要するに自分が稼いでるだけとかね、っていうよりも人の役に立ってるっていう感覚、この感覚が持ってるか持ってないかで、メンタルの安定が決まると俺は思ってるわけ。だから、まあ俺なんかも、その、ね、例えばじゃあ本のプロデュースとかやったりとか、まあ本当にね、出版関係の、そのイベントとか結構最近出るんだけど、まあぶっちゃけさ、儲かるか儲かんないかって言ったらさ、まあ、損の方が合うわけでしょ、ないですか。普通に考えて交通費かかったりとかしてね、時間も取られて。でも俺はなんでそれを やってるかっていうと、やっぱりなんでやってるかっていうより、そういうこともやってるから自分の中でやっぱメンタルが維持されてんだなっていうのをつくづく感じてます。で、これね、意外とね、みんな分かんないんだろうなと思うんですよね。このでみんなやっぱり世の中の人って損しないように生きようとか、自分がちょっとでも得してやろうと思ってるかもしれないけど、実はね、こうまあ経済的というか、なんか、まあ、社会貢献が損かどうかは別として、なんかまあお金とかね、時間の浪費を使うって意味では損じゃないですか。そのリターンがあるわけじゃないから。でもね、メンタルを維持するっていう計り知れないリターンが俺はあるなと思ってます。うん、だからぜひですね、社会貢献っていうのを常に意識してください。うん、だからこれをやるだけでね、社会貢献を常にやっていくっていうだけでメンタルが絶対維持される。うん、これをが重要だし、まあ、そのことをね、やっぱ若者たちにも伝えたいなと思って、どうしても若者たちで無知なね、まだ何も知らない若者たちがどうしてもね、この資本主義社会の中でお金稼ごうとかさ、成功までいかないかな、お金があった方がいいとか、もう含めてそういう方に走りがち、損しないようにみたいな。うん、でも、そうじゃないよね、という話ね、この本の中でも書いたということなんで、まあ、引き続きですね、移動する人はうまくいく。よろしくお願いいたします。